ガムラスタントーガンスケブスブロンの朝、ストックホルム王宮のファサードとストールシルカン、ストールトリエット広場に面した建物群古い、坑道の一つ、プロストゲイトン幅1メートル以下の市内で最も狭い、コージ・マートンとロージグス GRND ガムラスタンは、スウェーデンストックホルムの旧市街で、スターズホルメン島を占めている。古い町を意味し、他に、橋の間の町と呼ばれることもある。スターズホルメン島は、徒歩で1時間もあれば一周できる広さである。島の周囲にある小島リッタルスホルメン、ヘルゲアンズホルメン、ストレンスボリは、公式には含まれているが、日常的にはガムラスタンの一部ではない。町の発祥は13世紀に遡る。中世の工事、玉石敷の通り、古風な建築が保存されている。北ゲルマン建築が旧市街建設に強い影響を与えている。古い中央部を挟んでベステルロンガータンとエステルロンガータンが通っている。19世紀半ばまでガムラスタンは単にスジャルバステイデンと称され、周辺地域はほとんどが田舎の特徴を持つとしてマルマーナと称されていた。地図上と文学では19世紀半ばから橋の間の都市という意味のステイデンメロンブルーナ、または橋の中の都市ステイデンイナムブルーナと呼ばれ、その名は1980年まで公式に残っていた。1934年からヘルゲアンズホルメン島とストレンスボリ島が含まれた。ガムラスタンの名は20世紀初頭に使われ始め、次第に日常的に使用されていった。1980年に公式名となった。ガムラスタンには、ストックホルム大聖堂、リッターホルム教会、王宮が立つ。以前にあったトレクロノル城が火事で損傷した後、18世紀にスウェーデンバロック様式で王宮が建設された。ガムラスタン中央部には、ストールトルゲット広場があり、ストックホルム証券取引所や古い商館が広場を囲んで立っている。この広場は1520年11月に起きた、ストックホルムの恥辱の舞台となり、多くのスウェーデン貴族らが虐殺された場所である。騎士の館は、ガムラスタンの北西にある。聖ジョージとドラゴンの像は、ストックホルム大聖堂内にある。リッタルスホルメン教会は、スウェーデン王家の菩提寺である。ボールホーシュタパン広場は、スロッツバッケン坂に面しており、王宮の南側である。ここには、スウェーデン最小の像の一つという鉄製の少年像がある。エステルロンガータンには、1722年から営業しているというレストランDen gyldene fredenがある。世界で最も古いレストランとして知られ、ギネスブックによると、内装も変えていないという。ストックホルムはアグネフィットと呼ばれた住所から神話に源を発している。第二要素のフィットとは、湿潤な草地を意味し、おそらく今日のスターズホルメンの西岸にはそれがあったのだろう。第一の要素、アグニーとは、アイスランド人の歴史家、スノーリ・ストゥールソンの説明によると、伝説の中の王、アグネに由来するという。彼はフィンランドを侵略した後に、この地に軍を野営させた。彼は負かした相手である、フィンランド首長の娘スキャルフと結婚することにした。しかし若い娘は策を浪し、結婚の宴に出席した客たちが泥酔してしまい、アグネがシラフのまま眠ってしまった。スキャルフは、アグネの金の首飾りで、彼の首を絞め、逃亡した。この伝説の信憑性について議論がされている。1978年から1980年にかけ、ヘルゲランズホルメンで発見された丸太を年輪年代学検査にかけたところ、これらの木が切り出されたのは970年から1020年にかけてで、これらの木は多分自然体の名前ストックホルムの由来となったというものである。1560年代のストックホルム難問原型となった壁で囲まれた都市は、二つの長い通り、ベステルロンガータンとエステルロンガータンに挟まれた旧市街の小高い地域だけを取り巻いていた。通りはこの時代の海岸線と東西の城壁に挟まれていた。東壁は二つの防御塔の間を通っていた。北側の塔はトレクロノル城となり、1697年の大火で破壊された。南側の塔は何の考古学的痕跡も見つからないが、マグヌス4世による国威の托発修道会があったことが知られている。修道院の場所については議論されているが、イェルントルゲット広場の北、プレストガート&南にあったという。中世の都市の中心には、定期市と唯一の教会があった。市場の開かれる広場は、現在のものより小さく、15世紀初頭の火事によって拡張され、すぐに目立つ建物で囲まれ、現在の公共の広場ストールトルゲット広場へと発展した。広場は、ストックホルム証券取引所と、ストックホルム大聖堂の南側にある。ストックホルムが素早く拡大する間、その手本としたのは、南のリューベックのような都市ではないかという議論がされている。城門は、すべての中世の要塞の中で明らかな弱点であった。中世のストックホルムには、おそらく3つか4つの狭い門が開いていたと言われる。東壁には、門が1つあり、海岸へ向かっていた。宮殿周囲は桟殿と呼ばれた開けた場所で意識的に防御用としてあった。14世紀に入ると都市の人口過剰状態が始まり、城壁外の岸辺に新たな建物が建った。徐々に岸に沿った橋の狭間は物置や倉庫で埋まり、狭い工事で区切って区画を延長して現在の旧市街の特徴が生み出された。中世の下水管トルンはいくつかの中世の通りは現在の通りの下3メートルに埋まっていることが分かった。考古学調査で発見された古い通りは木で覆われ、最も古いものは1250年から1300年にかけてのもので3層もの木で覆われていた。14世紀後半に通りは石で覆われ始めた。通りの掃除は明らかにこの時代から改良された。汚水と残飯はしばしば容易に工事にぶちまけられ、時には隙間を通して目的のために独占的に使用された。中世の地下の木製環状物と地下室がストックホルム各所で見つかっており、これらはビスビーやベルゲンのものを手本とした下水溝であった。勾配のある工事ではたやすく設置できたと思われる。多くの公的通知が虚しくも周辺の水を汚したりする習慣や、城壁内で動物を飼うのを制限することができなかった。中世の終わりまでは下水溝を週に2度掃除することが命じられず、トイレの設置が近所や公道で禁止されなかった。公衆トイレは町の中央部にあって、フラグモートンの名前で知られ、19世紀に入ると多くの虫が飛んで空が暗くなったという。現在の工事はぼんやりとした中世都市の先行。建物の切り妻と張り出し窓が通りに面しているのが見えるのみである。長い夜の続く冬には街はかがり火を除いては全くの闇の世界となる。考古学ではガムラスタンにある370の不動産について不完全な立証しかされていなかったが、近頃ボランティアの手によって多くの建物が17世紀から18世紀にかけてのもので、300年前に遡ることができると分かった。19世紀半ばから20世紀半ばまでガムラスタンはスラムとみなされ、歴史的建造物の多くは荒れるがままに放置されていた。第二次世界大戦後すぐに5つの工事とともに数ブロックの地帯がスウェーデン議会によって拡張工事のために破壊された。1980年代以降、ガムラスタンは中世の街並みやルネサンス建築、後世の付け足しが魅力となって多くの観光客を引きつけている。ありがとうございます。